どうもこんにちは、ユージーです。今回は引用参加、あの金レイヤーと銀レウスのクエストですね、あれをソロで楽にクリアする方法について解説していきたいと思います。使用する武器は三段ヘビーですね。これ今、三段ヘビー、今回の動画ではガードとガードのついていない方を使うんですけど、一番最初に担いでいくのはガードのついていない方ですね。でレイヤーに会う前に特殊弾を装填します。で特殊弾を装填してスコープをつけたら、あれだ、不動だ、不動を着て顔の前に行きます。で顔の前に行ったらクラッチでね捕まえるんですけどこの人クラッチ下手くそすぎて何回も外すんですよね。はい、でここで方向を無効化して、で、顔を傷つけることができたら一度距離を取ってしびれ罠を設置します。これ今相手がブレス吐いてきたんですけど、相手の走り出す動作を見極めることができたらもうそこで強打を来てもらっても結構です。はい、レイヤーを罠にかけることができたらスコープから覗いて特殊弾を顔に打ち込んでいきます。この時にね強打の装備を着ているのでもうすでにスタンチが 99% 溜まった状態ですね。で今攻撃の手を緩めたじゃないですか、一瞬レイヤーが顔を振ってる時に打たなかったじゃないですか。あの時って罠から復帰するモーション、さっぱりしたぜっていうモーションをする時はだいたいこうスタンが入らないんですよ、 99% までスタンチが溜まっててもね。だからあのモーションが終わった後に打つようにするとそのままスムーズにスタンさせることができます。でちょっと解説がごめんなさい追いついてないんですけど、スタンさせてで猫が麻痺を取ってくれて、でまた顔を打ってスタンっていうような手順を今踏んでいました。ここで猫が麻痺を取ってくれない方は今ねこれ3段の下にレベル2麻痺弾が設置されているのがわかると思うんですけど、これを打ち込んでもらってもう意図的に麻痺を取りに行ってもらったら OK です。でこれ今罠を仕掛けて3回目のスタンを取りに行く過程ですね。これ1発あたり 62×7 のダメージが入ってるんですよ。なのでまあ450近く入ってますね。でここでまた3回目のスタンを取ったらひたすらに打っていきます。でこの時のコツとしては、相手がまだこう今モヒモヒしてたじゃないですか、転倒してスタンを受けてまだ立ち上がれなかったんですけど、少し早めにその場を離れて罠を仕掛けるっていうような動作を取ってもらえれば被弾も少なくて済むかと思います。でこれ今また落とし穴を仕掛けて打ってるところですね。もう下のね心電図を見る限り捕獲ができるので、こここの人気づいてないんであれですけど、気づいた方はここで捕獲をしてもらっても結構です。でここで金レイヤーを倒すことができました。ほぼはめてますよね。私何か回避動作をねしたわけでもなく、成功法で戦ったわけでもなく、リオレイヤー希少種を仕留めることができました。こんな感じでレイヤーは仕留めていきます。でね、基本的には後から来る銀レウスも、まあ、こんな感じで仕留めていくんだけど、装備がね回復していないとねこれができないので、強打の装備と不動の装備がね回復していないとこの工程ができないので、キャンプにまず戻って整備用の装備を一つ作っておいてください。7テス 3V でできます。これ7テス 3V が作れない方は別に整備3ついてたらその装備でいいので、整備用の装備、整備の回復が整備じゃないごめんなさい装備の回復が早くなる装備を着てここでしばし待ちます。はい、装備が回復するまで待つというような考えでいいです。はい、左上のね不動の装備がもうそろそろ満タン近くまで溜まってきたので、ここでキャンプに入って装備を着替えてきます。でレウスの時に着る装備というか、まあ使う装備は先ほどと全く同じの装備ですね。同じ装備ですね。はい、なんですけど一回帰ってくるんですよ。レウスに関してはちょっと危ないので危険をはらみますので、で帰ってくるまでは先ほどと同じ戦法同じ装備で行きます。で今からレウスのところに向かいますのでカットします。もう到着しておられるようで早い出勤ありがとうございます。まあ早いというか私が遅かったんだけどね、だいぶ整備じゃない装備回復するの待ってたから。でこれね今待ってるのは何でかっていうと、左上の強打の装備がギリギリ回復してないんですよ。でここで不動を着てもう顔傷つけに行ってもいいんだけどね、その
罠に仕掛かったタイミングで強打が回復しないと元も子もないので、ここはちょっと安全牌を取って強打の総意が回復するまでしばし待ちます。いや、回復しましたね。それじゃあ行きましょう。で、不動の総意を着て、先ほどと本当に戦法一緒です。まず不動の総意を着て顔をクラッチで傷つける。はい、1回目外しました。2回目で行けましたね、今回は。これね、間違えて丸ボタン押しちゃったの。まさか私が2回目で成功すると思ってなかったから。はい。で、傷つけられたら距離を取ってしびれ罠を置いていきます。今これいい感じで距離が取れてるので、ここでしびれ罠で、レウスに関してはめちゃくちゃ飛ぶので、これここのね、工程がスムーズにいかないことが多いんですよ。なので、まあ、飛んだらとりあえず強打の装備を着ないで、待つというか、まあ、降りてくるのを待つで、降りてきたら強打の装備を着てしびれ罠っていう風にしてもらえると結構です。で、この時ね、この人スコープを装着するの忘れてたんで、だいぶここダメージもったいなかったですね。でね、猫がね、しびれ罠じゃないわ、足止めの虫かごにしてるとこんな感じで閃光玉を置くことがあるんですよ。これね、今みたいに活用できるといいんだけど、邪魔することが多いから、ああいうね、閃光玉置き始めたらちょっと注意してみた方がいいです。で、これ、レイヤーと違って、今レウスに対しては直張りしたじゃないですか。これね、直張りした理由はレウスはやっぱり飛んじゃうから、すぐ飛んじゃうんで、レウスに関してはこうスタンから復帰してちょっと動いたら直張りした方がいい。で、これ閃光玉また当てたのも、これ飛ぶ対策ですね陸で当てとくと飛ばないので。で、落とし穴をちょっとずれた位置に仕掛けてこうかかるのを待ちます。で、この時もスタンが取れるように顔を狙っていきますね。はい、これね、顔を左右に振るんだけど横から打ったらね、うまいこと当たるんですよ、顔に。だから私標準右左してるけど、こんなにね、忙しく右左する必要はないです。はい。で、ここで上手に行くと3回目のスタンが取れるんだけど、ここでね、クラッチチャンスが発生してしまって顔の位置が遠くに行っちゃったから、まあ3回目のスタンが取れずっていうような感じ。ここで3回目のスタンが取れた方はもう捕獲できるんじゃないかな。で、私取れなかったのでここはまたしびれ罠を仕掛けて顔を打つプランに出ます。で、また引っかかったら顔をひたすらに打ちます。はい。でね、ここ私今ね、これシールドのつけてないスコープヘビーで来てるんですよ。なので、もうちょっとだけ体力を減らさないと、おそらくこの状況では捕獲ができないため、戻り玉を使って戻ります。これ皆さんも実践してもらった時に、まだちょっと体力削れてないかなって思われる方は、戻り玉を使ってキャンプに戻ってガード3段ヘビーに切り替えてくると安定します。で、ガード3段ヘビーに着替えてアイテムを補充したら、また再度レウスの元へ走っていきます。はい、ここからやることといったら、捕獲できるラインになるまで天身の装衣を着てガード3段ヘビーでちまちま罠を使いながら削っていくっていう戦法ですね。これね、ガード性能5とシールドパーツ3つついてるヘビーボウガンなので、まあまくられない限りはダメージ受けません。はい、これね、上手にホールインワンしてくれたので落とし穴にはめることができました。顔一発あたり傷つけていない状態で 24×7 が出てますね。すごい、まあいい感じでダメージが入ってるんじゃないでしょうか。で、この状態でちょっとずつ削っていくんですけど、これ捕獲できてましたね、今考えたら。うん、まあこんな感じで捕獲ができてないかなと思ったら、シールドヘビーに持ち替えてもらって、捕獲できそうだなと思ったら、まあ試してもらうのもありかもしれない。うん。はい。で、クリアタイムが11分9秒ですね。これ待ち時間が多いから、実質戦ってる時間6分ぐらいじゃない？そんなことないかな。まあほぼほぼはめてるので、すんごい楽な方法だと思います。ね、調査団チケット G 必要じゃないですか。あれ作るのに、最終装備、ね、マスター級の最終装備がね、出てるんですよ。で、出てるというか出るんですよ、こいつらを倒してもらえるチケットで。だから、ね、最低でも5回は周回しなきゃダメなんですけど、まあ大変じゃないですかこれ。マルチで行っても失敗率高いし、で、私もともとソロが好きなので、どうにかソロではめる方法ないかなと思って考えついたのがこれです。はい
で、装備に関してはこんな感じです。ごめんなさいね、報酬見えなかったら。でもね、これ報酬大したの取ってないから許して。うん、大したのもらえてないから。あ、ほんでね、調査団チケット G、 さっき言ってたのこれですね。はい、調査団で目覚ましい成果を上げた者に総司令から与えられるチケットって書いてるけど、私はめてただけだけどねはい、これが目覚ましい行動らしいですね、一応ね。はい、ということで今回の動画は以上になります。私の動画ではこういったモンハンの実況であるとかにゃんこの動画を上げていますので、気に入ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はユーディでした。またね。